藤原アナです。みきママです。今日はハンバーガーを作りたいと思います。なにこれ、あんちゃん、なんかね、説明書書いてなんか裏には説明書書いてあって、うん、ハンバーガー屋さんになれるハンバーガーキットです。これ、ね、スーパーで300円ぐらいでゲットしました。なに、これでハンバーガー作れるの？うん、ポテトも作れて、コーラも作れるんだ。本当に食べれるね。え、じゃあ作ってみようか。うん、あ、なんかここで注意、あの噂で聞いたんだけど、そーっと開けないと切れるらしいよ。そーっと開けて。できる。じゃあママここだけ開けんね。大丈夫。ママがびっくりさせちゃったか。点線に沿ってハサミで切ってねって。あ、なるほどね。裏にも表にも大事なものが入ってるみたいです。もう上の部分を点線に沿ってハサミで綺麗に切ってねって書いてあるんで。切れたよ。一周綺麗に切りました。まだ入ってるよ。いろんなもの入ってるよ。はい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 、終わり終わり。まずは何が入ってますか、教えてください。ハンバーガーの素とポテトの素とコーラの素とハンバーガーの素と、おお、またハンバーガーの素出てきた。2つあったね、ハンバーガーの素。ほら、あ、違うじゃん。ハンバーグ、ハンバーグの素とハンバーガー、パンの素、パンの素、パンの素、ハンバーガーの素、ポテトの素、チーズの素、ケチャップの素、ケチャップの素、全部粉だ。ケチャップの素、コーラの素、全部で 1,2,3,4,5,6 個。まずこのパッケージ、ナイフ入ってる。ほら、ナイフついてる。これ何使うの？なんか切るんだ、うん、へー、これもかき混ぜる。スプーンが入ってた。かわいい。あ、なるほど。この大きい容器に全部入れて一個一個作れるようになってるのかな。これハンバーガーでしょ。まず1、トレイをハサミで3箇所切り離そう。すっごい説明書世界親切。え、パン、ハンバーグ、ポテト全部電子レンジで作れるんだ。できた。容器が今切り離されました。あ、これケチャップの素。あとこれなんだろう、ちっちゃ。水だよ。水入れるものです。じゃあできました。あ、ねえ、やっぱこれも先切っちゃうの？うん、切っちゃうんだよ。ハサミで切るのが多いから子供楽しいかもね。慎重に切ってる。慎重に切ってる？いいですね。ハンバーガーシートができました。きっとこれ出来上がったらハンバーグとか見せるのかな。あ、これね、こねる。チーズを伸ばすときに使う紙です。混ぜてチーズだけなんですよ。だからすごい簡単です。本物そっくりな味になるんだってよ。旗はどうやって作るの？あー、なるほど。用紙に巻きつけてセロハンテープで留めると。あ、これママやってあげるよ。ちっちゃい、かわいい。ちょっと貸して。ほら、こういう旗で。ボケてるボケてるボケてる。あー、できた。上手に切れた。ほらほら、結構ムキになっちゃうな、ママ。なんかかわいい。ほらほらほら、セロハンテープで留めてください。コーラの入れ物できました。ミキママ、旗ができました。イエーイ。ポテイトの入れ物は？ポテイト折るんだ。セロテ渡すね。持ってて。料理も何でもそうですよね。まずは容器を用意してから料理するのがね、早いですよね。先に用意しとかないとね、料理ができた時にあれ何入れようかなって迷ってたらもう時間が経っちゃって冷めちゃいますからね。先にポテト、先にね、入れ物用意します。ポテトの入れ物できました。できました。まずはポテトを作るぞ。イエーイ。ギザギザの容器にポテトの粉を入れてください。結構な量です。粉気をつけてね。これこぼれちゃったらショック。あ、ショック。こぼれた。粉がこぼれだ。え、ちょっと、あ、ポテトの匂いする。あ、本当だ。まず水2杯。あ、すごい迷いなく入れた。水1杯。1丁。あ、少ないんだって。そうだと今完全に少ない量を子供が入れてしまったので、大人がお水を足してあげてください。水を用意しておくと楽みたいです。ショック、またちょっと粉が飛び散っちゃうから大人が混ぜます。はい。
あ、すごいポテトのいい香りする。揚げたてのポテトの香りする。そしたらですね、指で押すんだって。いきなりやる気出てきた。いい感じ、いい感じ。これね、なんでね、ギザギザの容器使ったかって、後でこうできるとポテトになるんだって。じゃあこれを電子レンジに入れて30秒チンしていきましょう。レッツゴー。いいよ、30秒チンします。30秒経ったよ。どう、ポテトになってる？すごっ、しっかりしてる。じゃあ、冷めたら型からひっくり返し取り出してギザギザに沿ってナイフで切りましたから、冷めるまでは入れときましょう。じゃあ続いてハンバーグを作ります。イエーイ、え、粉でハンバーグの中なる？ポテトはめっちゃポテトの香りとね、したね。ハンバーグはどうなんだろう。あ、そっくり。嘘。早くね。全部出していいよ、大丈夫。なんで恐る恐る出してんの。全部出していいよ。だってこぼれない。あ、すごい、もう学びましたよ。お水入れるときは大人がやりましょう。うん、さっき足りなくて大変なことになっちゃったもんね。1個目、2杯目。お、いい。ポテトのときより上手です。ちゃんと混ぜております。あ、いい匂い。肉の匂いする？うん、肉。あ、合いびき肉の匂いする。え、すごくない？超スパイシー。トレイのハンバーグと書かれたところに入れて指で押して平らにしてチンするそうです。真ん中がハンバーグの容器になってるので、そしたら指で押します。できました。これもいいよ。本当だ、反対側がデコボコしてるから本当にハンバーグみたいね。ハンバーグをチンする前にパンを作ろう。あ、ハンバーグの容器に今度はパンの容器、粉を入れてください。保存料、合成着色料ゼロ、体にもいいじゃん。学んできますね、子供は。3回目の粉を入れるときにはもうプロです。2杯入れます。そしたらまたスプーンで混ぜよう。で、パンもハンバーグの横に詰めて、で一緒にチンするんですね。考えてる。ちょっと柔らかいね。ふんわりさせるためなのかな。ドロッとしてます。トロトロトロってポタッと落ちる硬さになってます。すごい、トロトロ表してくれたの今後ろで。パンとハンバーグとポテトの時間全部30秒なんだけど、何この計算し尽くされたポッピンクッキンハンバーガー。すげー。1000まででいいんだって。ごめんごめんごめん、ママがちゃんと言わなくてすいませんでした。無理無理、最後の仕上げ無理。ベタベタ周りについたパンの生地、あんちゃんこっち、綺麗な方じゃん。冷めたポテト、冷めたんじゃない。待って待って待って、まずよ、まずまずよ。だってハンバーガー、冷めてる。冷めた。まずパンとハンバーガーをさ、チンしよう。よし、行ってこよう。イエーイ、ポテト切ろう。あ、ポテト切ろう、ポテト。すごい、ポテトは固、見せてあげて。固くなったよ。固くなった。うん、固くなったから、冷めて固くなったら、ナイフで切ります。うわー、細くなった。あ、じゃあ、30秒経ったら取ってきて。はかはか、はい。ママ、切ってて。うん、わかった。パンとハンバーグ。ママ、切ってて。ママ、切っててよ。はい。どう、パンとハンバーグできた？できた。プップグプー、プッ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 プグプー。ふわふわのパンができてる。そして、あ、ふわふわの柔らかいお肉になってる。すごすぎるじゃないですかこれ。あんちゃん、もう電子レンジで見たから。すご、今あったかいです。すごい熱い、熱、子供には熱いので冷ましてから成形するんですね。あ、見て見て、ふっといポテトになってる。いただきます。ダメ。さっき容器作った中にあんちゃんがポテト入れます。じゃあできたらトレーの紙切ったのでこの上に乗せましょうか。すごいね、山盛りポテトじゃん。じゃんじゃじゃーん、ポテトの完成だよ。あ、いなくなっちゃった。早いよ。チーズを作ろう。ちゃんと座って。ギザギザがついてる、さっきポテトを作ったトレーでチーズの粉を入れてまた作るんだって。ただ同じように切って、お水を何杯入れるの？1杯でいいんだ。今度はい、お水1杯入りました。どうぞ混ぜてください。よく混ぜて切ってね、四角くすんだって。ふー、今5工程目に来てます。え、ち
超チェダーチーズの香り見て。本当だ。いい匂いだね。そしたら指で一つにまとめて四角にするシートが入ってるので、その上に乗っけて2枚のチーズを作りましょう。四角く全体に伸ばしてください。そう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 。2枚分のチーズ伸ばしました。真ん中で切ります。チーズできました。続いてはケチャップを作ろう。イエーイ。ギザギザのトレーにケチャップの素を入れてください。そしたらお水2杯入れます。ケチャップに。おお。じゃあ今度最後にあんちゃんのお水の挑戦。さっきまでできなかったけどできることが増えてきます。できたよ。そしたら混ぜます。混ぜた。滑らか滑らか。あ、いい。ケチャップまで舐めた。コーラ入れてください。まずは水をストップってまで入れます。ストップ。ママはストップって言うから。ストップ。お水入りました。そしたらコーラの素入れよ。今度は慎重にやらなきゃ。コーラ。おー、コーラの粉が入りました。え、シュワシュワしてる。うわ、シュワシュワ。わー、盛り上がってきた。やばい、溢れちゃうんじゃないの。大丈夫。あ、ブクブクいってる。え、これすごいね。めっちゃシュワシュワ。コーラコーラできました。よし、最後はハンバーグだけだ。ハンバーグ、ハンバーグ、ハンバーグ。よし、急げ急げ。包丁の先で一周して全部取って。で、まな板がないんだけど、このチーズをカットしたフィルムがまな板代わりになるから便利だね。あ、じゃあ取って。パン1個をゲット。それを半分に切るんだって。そう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 。で、そのまま落としてく。そうそうそう、ちゃんとできます。半分こに切れました。本当はね、ごめん、ダブルバーガーになるはずだったんだけど、ママハンバーグさ半分に切っちゃった。ごめん。はた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 。すごい、できたよ。ママちっちゃいじゃん。ハンバーガーの完成。いただきます。んおい、きなりコーラがいった。え、ちょっとママ残しといてよ、残しといてよ。すげえ、ちょっとしか残ってんだ。ただ美味しい。シュワシュワする。レモンが効いたレモンコーク。そしてポテト食べてみます。うわ、大きいポテト。ケチャップ食べちゃう。うまっ。自然のポテトの旨味がします。油もしっかりジューシー。硬いかなと思ったけど美味しい。塩加減がいい。美味しかった。美味しかったよね。美味しいのは一番。もう空っぽですよ。1本しか食べてない。ママハンバーガーいく。せーの。うん、美味しい。うま。美味しい。すげえクオリティ高い。これめっちゃうま。チーズも濃厚だし、びっくりしたのがお肉で、お肉はすごいスパイシーな、あのブラックペッパーの感じの味も出てるし、びっくりしたわ。ママの時よりすんごいレベル上がってる。めっちゃレベル上がってる。お弁当やりたい。今度、うん、やりたいね。1時間めっちゃ楽しかったね。最後まで見てくれてありがとう。